今回ちょっとメインで振り返りたいのがちょっとございまして、ありますね、はい、うん、何があったか、時を遡ること、うん、5日前です、はい、しかも経っておりません、はい、8月12日12日我々のファンミーティングございました、うん、はい、そちらのね、そのやつは来ていただいてありがとうございます、ありがとうございます、でそちらのね、ちょ振り返りちょっとしていこうかなと、ありがとうございます、実は YouTube で今日上がってますからね、上がってます、うん、まあ、どんな感じだったのかなって一部始終がねご覧いただいてるかなと思うんですけども、渋谷で、渋谷の神南カフェというところ、炎天下の中、炎天下のお越しいただいて、真ん中炎天下じゃないけど、ね、まだこの台風が来ると知る由もなく、なくね、はい、まだお越しいただいてるんですけど、本当ありがたくてですね、30ね、うん、数名来てるんですけど、ね、結構我々演者側もですね、結構やりやすくてですね、うん、まあ、ノリが良かった、多すぎないし少なすぎないしね、はい、で結構楽しんでいただいたっていうふうには俺は思いましたね、一個で、いや我々も楽しかったからね、そう、あのね、これね、我々がなんでこんなスムーズにいけるかってこれすごい面白くてですね、はい、我々無理しないんですよ、うん、我々が楽しいからスムーズにいけるし、うん、ファンも楽しいっていうのがこれ我々の強みなんですね、うんうんうん、はい、あまりね、そういうなんていうの、なんか我慢してなんとかっていうのは少ないですよね、ないですね、はい、結構時間通りスイスイ行きましてですね、はい、抽選も皆さん当たっていただいて、なんか基本的にジャガーさんのね、私物だったり、私物でしたね、であとはまあその、まあ、俺が来て、うん、まあ、汗も染み込んだね、うん、じゃあんなの汚いよ、61歳の記念すべきの工業の T シャツね、記念 T シャツ、うん、まあ、新品ですからね、はいはい、シワだらけが、まあ、プレゼントされたということ、はい、いやなんかその中でもなんていうのか、まあ抽選だったらさ、うん、俺結構残ると思ったんだよ、そうね、ジャガーさんの私物が早く売れて、うん、まあ我々なら残るだろう、そうそうそう、あ、そうだ、親父だ、忘れた、親父のやつもあったわ、親父のヒョウ柄のシャツもあったわ、そうそうそう、ダサいやつ、そうそう、2着あったかな、うん、で、それ残るかなと思ったんだけど、意外とね、結構早めに、そうですね、はい、いただいたとか、なんなら俺、あんなヒョウ柄のシャツあったんだ、俺欲しかったんだよ、入らないよ、嘘をつくな、俺欲しかった、あれだって、嘘つけ、お前、ああいうのさ、俺、六本木とか俺、歩きたいもん、嘘をつけ、お前、やだ、ちょっと胸見せちゃってるし、ね、気持ち悪い、はい、持ち悪いよね、胸見せちゃうって言えば、やからか、お前、胸見せちゃうって言えばね、ここね、乳首見せちゃうの、おいおい、また危ない、また危ない、危ない、危ない、危ないですか、やめなさい、余計なことは。はい、ということで、まあ、そんな感じだったんですけど、あとは、うん、トークショーとかも、まあまあ、内容はね、まあさ、まあ、前にお伝えした通り、まあ、裏話みたいな感じなんで、うん、内容は、まあ、細かくは言えないんですけど、まあ、結構、まあ、炎上についてね、触れたりとかしちゃって、まあ、ありましたね、はい、数々の炎上の真相、そう、なかなか言えないね、こともあったりするので、うん、楽しんでいただけないかなと、まあね、最初で最後と宣言したんですけど、はい、まあ、意外や意外、好評であることと、はい、それから行きたかったという方多いので、そうですね、もしかするともう一回第2弾、ジャガーさんいいんじゃない、いつやっても何やそれ、脱力感なんそれは、まあ、大体半年後、まあ JJ が卒業する頃ですかね、そうですね、うん、まあ、俺の送別会的な感じでやっていただければと、うん、いやだ、じゃあ別にジャガーさんは別にいいっすよ、そんな俺のことを見送りたくないんだなっていう目線になります、見送りたくないよね、見送りたいですよ、もちろん、またまた大満じゃないですか、寂しいだろ、いや、まあその中で、うん、俺、ね、面白かったっていうか、はい、一個やりたかったのがあった、うんうん、でやれたんだよ、やれた、それが、うん、俺がね、まさかの昭和の、そうなんですよ、尊敬する司会者の、はい、タモリさん、タモリさんの、ま、モノマネの、まあ、モノマネというか、イートもすごい好きで、はい、イートもね、ちょっとパクリさせていただいたんですよ、何やったか、はい、次回のファン、このファン、オフ会も来てくれるかな、いいと思うってみんな言ってくれた、打ち合わせも何もなしですよ、来てくれるかなって言ったらみんなせーのって感じで、いいと思うってみんな一緒に言ったね、そうなんですっていうことは来てくれるってことですね、だからこれで来なかったやつ白状もんね、まあでも、うん、来ないってことは、うん、まあ、来ないってことは言うけど、うん、そんなことないないね、そんなことないないよ、タモちゃん、タモちゃんタモちゃんあるもない、まあ、ということで、うん、まあ、してんの、まあ、次回もね、うん、結構楽しい感じで、ね、やれたらいいかな、ジャガーさん的にはどんなお悩みでも答えられるわけ、人生あんたよりずっと生きてるからね、うん、いろんなことにこんな人に来てほしいとかいや、うん、お話しに来るだけでもいいんですよ、悩み相談の場だけではないので、お話しジャガーさんち遊びに来てねっていう感じなの、ジャガーさんちって言ってますよ、別にジャガーさんじゃないですかその家でですね、はい、スタジオですか、あ、じゃあ例えば60歳男性でもいいんですかだから見事男の人がいないんだよね、いやだけどじゃあ万が一ね、万が一ね、じゃあ60歳男性でもいいわけですね、いや断るか
超える可能性もある。それは失礼。おい、それは失礼でしょ。おい、いや私はもう結婚してるから男の人は口聞いちゃいけないから。嘘つけよ。まあまあ。だからそう本当にそういうことがありますからね。40代男性、うん、ジャガーさんとティエツさんいたいです。うんうん、こうしてどうすんの。ねえ、そういうのお断りするに決まってんだろ。若干今笑ってるけど、若干笑顔なのあるから。アイドルじゃないんだからさ、アイドルじゃないんだから。若干笑顔なのは何だか一体。アイドルじゃないんだからさ、そんなさ、お触り禁止みたいなね。当たり前でしょ。言ってんのと思いますよね。ねえ、ヤバーだからどうでもいいのかよ。ひろた君まだ50歳ですからね。だからワンちゃんまだあるよ ね、 ね、年下だし、うんうん、いや、お父さんより年上って見える。誰が色だろ。言っても分からんか。分からんか。誰、皆さん分かんないから。分かんないから。若く見えるよね。そうね。やっぱり。でも皆さんあれですね、今回来てくださった方は、はい、ほぼほぼ女性ですね。男性2名だけ。いや、そうね。男性、そのうちの一人は、ジャガーさんの知り合いだし。だから、その代表だから。そうだね。だから、ほぼ仲間強制な感じもあったと思うんだけど。仲間強制ですか。え、だけど、うん、いや、その中でも、結構、なんか、なんていうの、和気あいあいというか。なじんでね。しかもね、JJ 君のファンいっぱいいましたね。ごめん。え、なんですか。僕、かっこいいから。おいおいおい、来たな。来たな。作調整の作調、いや、違う違う。え、長野県のブラッドピット。でかく出たな、でかく出たな、おい、今度は。長野県まで行ったか、おい。恥ずかしい。そうそうそう。恥ずかしくもなく。だから、長野県のブラッドピットでなってしまうと、うん、もうみんなメロメロになっちゃうんだよね。いやいや、でも意外にね、若い人もいましたね。うん、そう、その中でも、うん、親子連れで、はいはい、娘さんに。そうなの、そうなの。高校入生って言ったの。嬉しかったよね。いやいや、多分ね、お母さんが、うん、多分私の不安だと思うのよ、大体。はいはい、で、娘に頼むのよ、これ。うん、入り方。ああ、なるほど。で、娘とか仲間強制来て、そう。で、それで、まあ、まあ、つまんなくはないけどな、みたいな不思議な顔してましたよ。あのですね、一人でも来やすい、あの、場所だと思うので。じゃあさ、さっきの小声は何だったんですか。普通に話せんじゃねえかよ、おい。ね、一生懸命喋ってるから。本当かな、急に。あのさ、こういうこと言うから気分が悪くなるんだよ、この男。さっきどうにかしてくんない。でもなんか、でも結構、うん、そのコールセンターというか電話でも、はい、一人行っていいんですかって聞いても。そうなんですよ、ほとんどがお一人様でした。ほとんどお一人様で、多分当日ね、ファン同士仲良くなりますよ。なりますよ、なりますよ、それは。当日でも 2,3 枚来たんですよ。はいはい、2,3 人ね。本当ありがたいよね。本当ありがたい。来てよかったわって言ってくださりましたよ。そんでコロナにかかってしまって、うん、あのたまに当日キャンセル2人いたの。あらら、ああ、そうだったんだね。もうちょっとね、ごめんなさい、そういう人はね、ファンやめてください、ね。ほら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 、何でこっちするんだよ。そういうことじゃない。やめてください。本人はね、はい、辛いんだから。ね、まあまあ、でももう一回ね、じゃあ JJ の卒業の頃やろうかなって今雰囲気がありますので。うん、だから俺もう一回ちょっと来てほしいのは、はい、あの高校2年生の彼女。可愛かった、すごく。俺、あのね、しかも、要はそのお母さん連れてきたけど、ポップしたじゃん。うん、俺を見る目、もうね、眼差しが違った。もう俺、もうメロメロ。おかしいよ、目が変わってなったから。あのね、そういうのが気持ち悪いから絶対来ないから。そうですか、ね、だけど彼氏いなかったら後でちょっと個人的にちょっと連絡しよう。やめてくれよ、彼氏いても連絡しよう。おいおいおい、参ったよ、参ったよ。なんでかわかる。はい、長野県のブラッドピットが。おいおいおい、そこに、うちはそこが、おい、それが言いたかったのかよ。寒い、ここの親子。でもなんか結構、うん、熱狂的なファンのね。いやでも本当にね、はい、ファンミーティングやってよかったなって感じで。楽しかったです、ね、本当に楽しかったです、ありがとう。なんかね、しかも俺なんかなんていうの、なんか心なしか、はい、いやなんていうのかな、ジャガーさんのファンのせいか、ジャガーさん60代にしてすごい綺麗じゃないですか。はいはい、その効果か、うん、皆さん今日起きれなかった。確かにそうですね、起きれなかった、多かったね。こいつ、こいつ、こじがないなって人いなかった。いなかったね、全員綺麗。うん、確かに。で、特に綺麗だったのがみっちゃん。わー、やばい、非常におかしいよ、お前。みっちゃん、こういう時に限って見てない、見てない、こういう時に限ってね。え、でも、マジでみんな結構綺麗だった、ね、いや、本当そうですね、確かに。まあ、なんかね、フォロー。なんかね、そのストロングスタイル代表ですら、はい、可愛く見えてしまう。なんだそれ。周りが綺麗だから。ね、周りデスラって何、その言い方は。代表だ、あんた。いやいや、でもね、いろんな、まあ、いじったりなんかして面白かったですよ。いや、だからそれ、多分2時間早かったね。いや、あっという間、ほんと感覚にね、マジで3分ぐらいで終わった。いや、それはないけど、3分ぐらい早かった。カップヌードル食べ終わるんで。そうそうそう。でも3分ぐらいね、それはね、そんなこと、うん、そんなね、そんなことないです。いや、しかもね、もう JJ、これ始まる直前まで体調悪そうだったのに、急に入ってよ、かうまいね、ほんまに。いや、すいません、あれ、本当に体調悪かったよ。よくあそこまで持っていけるなんて。すげえ具合悪くて。会場に向かう車の中もずっと寝てたんですよ。
すごいよね。だってプロだね、ほんま。始まる直前までレモンサワーちょっとめっちゃ深呼吸してたんですよ、うん、でそれでついに始まるのか俺大丈夫かなっていつもリング上とかで皆さんのね目の、あのね、あの会場とか行く時もすっげえ緊張するの俺、うん、でなんかね汗もすごい出てくるし、確かにね、そうこれ深呼吸してたこの間もね、そうそうそう、うん、するんだけどだそれをねこの跳ね抜ける感じかな、そうですね、はいはい、わかりました、さあ行きましょう、はい、明日頑張ってまだチケットありますかってありますよね、当然ね、あチケットあるのって話、うん、当然ありますよね、当然あります、ぜひ見に来てください、さあさあこれものすごいコメント来てたんでびっくりしました、購入の姉ちゃん、姉ちゃんいない、わかんない、それはわかんない、仙台でも開催してください、牛タン、ずんだ、萩の月、美味しい、その通りですね、美味しいですね、いや、萩の月はちょっといまいちだね、私大好き、大好き、大好き、いや、それちょっと味覚がおかしい、いやいや、あ、みっちゃんいるのかな、みっちゃんがいるって書いてますけど、あ、みっちゃんいますよ、みっちゃん、みっちゃん、よかったよ、みっちゃん、聞き落としてないかしら、どこだろうね、みっちゃん、わかりませんね、もう、嬉しいけど、そのまま、みっちゃん見てる、死んじゃうかも、そのまま死んじゃいましたよね、なんかもう、嬉しくなっちゃって、本当だよ、お年寄りが。みっちゃんどこにいるんでしょう、今度またチクワブ食べたいないや本当にみっちゃんと久しぶりに会ったんですよね、いや本当に、いやこれね、インスタライブご覧の方はもうみっちゃんはかなり、まあ、常連ですので、そうそう、もう知ってるのもみんな知らない人いないぐらいですよね、そんなことを惜しんでるけど、はい、明日の試合みっちゃん来るから、あそうなんですね、よかったですね、知らんかったね、笑ってますけど、じゃあ会うからはいはい、北海道でもやってほしい、うん、北海道ね、じゃあ、うん、北海道それじゃあまた深川で開催、あ誰も来ない、なんで誰も来ないよお前、遠いよお前、あの女子子と朝子ぐらいしか来ないいやー多分ね、うん、倒れちゃうとびっくりしちゃってプレーします、さあナナナさん、ジャガーさん、ジャガーさん拝見しました、あ心に染みるあったかい番組でした、そうなのね、心に染みるか、あそうなのね、塩ぐらい染みるかもしれない、さあデジパンダさん、見てない人言うな、私は一人で行きましたが、これファンミーティングですね、あ、ありがとう、デジパンダさん、俺覚えてるよ、覚えてるね、覚えて、右の席にいた人でしょ、そうだね、手前に違和感なく楽しく過ごせました、え、よかったよね、ほんまね、ありがとうございます、デジパンダさんね、うん、いいと思う時一番声でかった、嬉しかった、嬉しいね、相当熱狂的なファンです、ね、J 君もいましたね、いました、俺も覚えてる、あのね、これはね、うん、ポテトをあーんしてくれたのよ、あ、そうなんですよ、覚えてる、覚えてる、JJ 君のこと好きな24歳の娘さんいましたよ、え、そうだっけ待ってて思い出したね、急にね、いましたね、それね、24歳、あごめん、多すぎて分かんなかった全体的にそんなに多くないんだから、あそうですか、あそうですね、道端さん、JJ こんなこと言ってますが真面目な対応でしたよって恥ずかしい、恥ずかしいね、これね、恥ずかしい、ちょっとこれ恥ずかしいね、真面目なんだよ、本当は、本当は真面目なんですよね、わざとね、うん、まあ、ナンパっぽく見せるだけ、こうやって言ってるだけですから、本当皆さんね、うん、さあ、J 君さん、実物お綺麗でした、みっちゃんこんばんは、多いですね、みっちゃんお原稿ね、嬉しいですね、さあみっちゃんのお原稿も聞けました、そうだよね、そうだね、言ったもんね、あのかの有名フレーズね、そうですよね、多分いいねよりも多分欲してますから、ね、皆さん多分、さあ桃湯さん、 JJ 君が写真撮るときに肩に手を回してくれてドキドキでした、うん、ありましたね、そういうこともね、まあ、僕スキンシップすごい撮る方なんで、違う、やらしい気持ちでしょ、あそうだね、いやそうだねそうだねって感じで、僕40代全然ウェルカムよ、おい待て待て待てよ、これ、あドロコさん、テーブルの皆さんと気軽に話せてよかったですと、確かにね、本当みんな仲睦まし、いやそう、ね、なんか、まあ、友達できるよあそこだったら、ですね、共通の話題がさ、うん、一緒だからさ、その場で、ね、うん、あんなことあったよねとか YouTube 振り返りできるじゃん、確かにね、試合会場とかも会えるしさ、うん、ああお久しぶりですなるじゃん、なるからね、広がるからね、うん、確かにね、で来ましたよ、しのぶちゃんね、当日会場で友達できたらしいですから、ああしのぶちゃんね、岡山の、そうだね、しのぶちゃんいたの、しのぶちゃんあの場にいなかったけど、6月はね、そう4月か、そう、試合の時に、うん、去年なんか知り合った友達になって言ってました、うんうん、そういうことありますからね、皆さんね、今度はまた友達がわ何すか今来てくださいわおー、笑っていいと思うんですね、急に元気じゃない、さっきと違いすぎない、ちょっと、ね、暗くしても意味がない、マジでもいいけど困ったらフジテレビ、うまいね、うまいね、そうなの、そうきっかけはでしょ、ゆりさん、わあジャガーさん、明日試合なのにこんな時間にお顔を見せてくださり嬉しいです、そうなんですよ、福岡でなかったら試合見に行きたかったです、福岡から応援しています、あ福岡で試合があるよ、ね、いいね、待って、福岡は博多美人っていうぐらいだから、はいはい、
俺の女にしてた。おい急にあんだわよ。真面目だけかおい、ね、真面目にあの福岡の試合があるから、はい、で待って俺マジ行きたい。調べてきてもらって。福岡の女も可愛いし。福岡いいよね、行きたいね。そうご飯も美味しいし美女もいいし、はいはい、ですよね。美女もいいし美女もいいから、うん、美女しかいないわ。美女だけか。意味わかんないよね。さあ、たくままさん、 JJ 君おもろい。本当おもろいね。いやあのね、普段こんなおもろい方そうでもないんですよ。相当頑張ってますよ今ね。相当頑張ってると思います。つまんないもんね。ベッド横になってアニメ見てます。暗いか。さあ、ジャガーファミリー大好きです。ずっとずっと応援してます。嬉しいですねほんまにね、うん、いやありがたいわ、うん、さあ、ユーチョジさん会いたかったですと。まあね、次回皆さんもう来年3月ですかね、ファンミーティング、ぜひね、来ていただければと思いますけどね。半年ちょっとぐらいですかね。うん、いやでもそこまでね、首を長くして待ってください。そうですね、はい、さあ、今週ですけど、お盆でしたね。あ、お盆、お盆、僕はね、しっかり行ってきましたよ、はい、北海道まで行きまして、はい、成広の墓しっかり参拝してきました、うん、行ってますね、行ってますね、去年ですね、はい、うん、矢川さん、どんなお盆でしたか。家にいただけじゃん。はい、家にいただけだから。うん、ちょっと待って、それちょっとどこだっけ、福岡の試合、さっきの方よ。福岡、えみちゃん見てない。えみちゃん来たら早いんじゃない。あ、みっちゃんからこれ、みちお1954、お原稿ありましたね、みっちゃん見てるんですね。シグニチャームーブ出ましたよ、これ。うん、ね、さあ、いや、これ書き込み多いね、今日もね、嬉しいですね。嬉しいですね、うん、今日もっていつも少ない、読んでるからね、ちゃんと。そうですかね、はい、ジェイ君さん、ジャガーさん、明日頑張ってください。ありがとうございます。エオさん、一度ジャガーさんの試合見てみたいな。さあ、ユーチョジさん、ピロカツ先生、素敵なシャツですね、ありがとうございます。いやー、確かに今日パジャマかと思って。だから今日の親父の服結構かっこいいんだよ。だから最近親父結構おしゃれしてるんだよ。いや、おしゃれ、まあ、前から持ってますよ、これは。なんかムカつくんだよ、カエルがおしゃれしてる。やかましい、カエルちゃうな、お前。格好は良くても顔も。あ、そうだよ、人間だから。どんだけおめかししても所詮カエル顔は、ね、やかましいよ、中身やね。やかましいってあの顔だけは似てないからね。もともと肌白かったはずなんだよな。本当よね、確かにね。肌も、まあ、これは直すしかないね。いや、肌の白じゃなくて、うん、肌の白色ですからね。たくままさん、お悩み相談見ました。ジャガーさんってお悩み相談できるんですかね、ちなみに。うるせえな。お前が悩みの種だよ、こっちは。あ、ハムスさん、お悩み相談まだ途中までしか見れてない。ね、ゆっくり見てください。長いのかな、5分ぐらい。あ、長いね、もうね。うん。あ、それ。もうちょっと短く切って分ければよかったのにね。いや、まあいいんですけどね。さあ、ミチパンダさん、エミちゃんもミサエさんを見れて嬉しかったです。ミサエさん、うん、ミサエさんだ、誰だったかな。ミサエさんでいいの。さあ、ムジュさん、ムジさん、3月のファンミーティング絶対行きたいです。じゃあ先に言っといた方がいいんだよね。うん、そうなんですよ。前回ギリギリだったから。ちょっとギリギリだったからね。1週間でしょ。先に言ってもらったら、うん、その日さ、あの、なんていうか、休みたりするじゃん。そうですね、そうそうそう、開けられましたね。まあ、今回はもう4、5ヶ月、半年ぐらい前に決めようと思ってるんですけどね、はい、日程は。ハムさん、9月8日福岡なんですか。そうだ、今探したの。そう、9月8日ファンの人の方が知ってんじゃねえか。その別の人が、福岡の人が、うん、知らなかったんじゃない、別の福岡の人が、ね、まあまあいいですけどね。さあ、たくまさん、ね、喧嘩しても仲良しでもこの3人が大好きです。毎週ありがとうございます。こちらこそありがとう。 いいってことよ、そんな感謝しなくても。いやいや、上から目線かおい。そうね。さあ、ダオディアンさん、このインスタライブを見るのが1週間の楽しみの一つになってます。あ、うん、奈々さん、JJ は白玉のような子供だったね。本当にそう、ね、マジで肌白かったんだよ。白かった、白かったよね。いや、これ、いや、これと、かっこよくない？俺、これ。これだよ、ね、これ JJ 少年ね、2014年ぐらいですか、ね、10年前だ、俺、これ、ね、俺だよ、これ今の。かっこいいよね、本当に。これ今でも思うわ。はい。肌も綺麗だったしな。うるせえよ。さあ、高江さん、今年も鎌倉女子大学の学園祭を楽しみにしています。あ、結構当たるのかな、うん、ありがとうございます。あ、そう、忘れたもん。忘れんじゃねえよ、お前。終わったもんか、もう。俺が今よ、私も行かれんね、次の台湾なのに。ね、よかったよかった。まあ、ジャガーさん、でもこれからありますね、いろいろね。え、あと何年できるか分かんないのに、意外に試合入ってますよね。だからもう結構最後の追い込みじゃないですか。最後のこともないけどね。いや、でも最後の追い込みですね、多分ね。さあ、愛一光さん、オリンピックは皆様で見られましたかと。ああ、
見てません。私ね、見てませんね、まだ、うん、朝方眠れないから、うん、もう毎日見ましたよ。見ました。あ、本当。毎日見ました。うん、印象に残ったある。印象に、やっぱね、柔道とアマチュアレスリング、うん、金も多いけど、あれはじっくり見て見ました。名前覚えてないけど、どういうことやだから金とあれが多いじゃんとか成績がすごい。例えば須崎の試合見てちょっと感動したとかなんかあるんじゃないですか。須崎負けたんじゃなかったっけ最初ね。そうですね。でもあのなんだっけ3位決定戦、はいはい、それで勝ってくれたので本当にアマチュアレスリング柔道、まあ多分私が日本人だからかやっぱりその2強化は好きですね。2強化っていうの2種目ですね。2種目、うんは好きですね。まあ生まれ変わったレスラーじゃなかったらどっちかはやりたかったですね。うん、でもやっぱ僕はねやり投げですね。やり投げの金、女子の金、うん、初めて日本人フィールド種目で金メダル取りました。彼女は明るくてちょっとすごすぎる ね、びっくり、ね、うん、あの方知ってました。あの小学校の時かな、水泳大会でもう全国優勝。あバドミントンでも確か全国優勝なかった。すごいんですよ。 あれですよ、俺の元カノでしょ。違いますよ。違う、全然違いますよ。あのね、紛らわしいからやめなさい。いや、信じないよ、そんなバカ。そして何と言ってもね、僕はあのそのことインスタに書いたら、はい、ヤフーニュースになってました。あ、本当ですか。なんと、同郷です。地元、旭川の出身です。もしかして、出身中学校も、はい、中学校は違いますけど、で、高校がなんとね、あの北海道屈指の進学校です、東大にも入る進学校の出身だからスポーツもね。なのにすごいね、あの人頭の出来もいいんだね。あまりにもちょっとすごすぎる。ちょっと見てください。多彩な、太もも汗かいてるね。じゃあ汚い、足くんも汚い。太もも死ぬほど汗かいてるんだね。ここうまい時ね。もうさあ、ダオティアンさん、JJ 君、次回のファンミーティングはギターを弾いてほしいです。ありだね、これね。次回ありっすね。ギターですね。あんまりうまくないですけどね。あ、まあそれで言ってもらえるといいかもね。ちょっとあんま期待しないでほしい。でもみんな見てるから結構、うん、ですよね。演奏あつまともに見た時だ。出たー、すぐね、卑屈になっちゃうね。もう困っちゃう。さあ、 D さん、次のファンミーティングは絶対行きます。早めに日程教えていただければ嬉しいです。お忙しいと思いますがよろしくお願いします。 JJ 君に会いたい。トーク最高ですよね。 JJ 君と同級生の娘と行きたいのですが。あー待って、これ期待。これ期待できる。食いつくね、お嬢さん。マジでお願い、なんて、ただのスケベ親父か。いや違うよ、うん、しっかりファンのことを思って僕は言ってるんだ。ねえ、もう読みたい。どう思います、お父さん。噛まなくてよかったですね、とりあえず。ねえ、どう思います、これ、息子。噛まなくてよかった。いや、棒読みな。噛まなかったね。噛まなかった。さあ、ルチアさん、こんばんは。あ、ルチアさんね、常連のルチアさん。いや、ルチアさんも来てほしいですよね。ね、来てほしいですよね。どんな見た目なのか、査定してやる。さあ、ワセリンさん、JJ 君と同じ年、現在、高3の息子が中3の時、息子も同じ、何校も受験。